はい、こんにちは。日本海学と豊島区議会議員忽那亮司でございます。解決播磨様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。コロナ対策でこれまでに支出された税金はですね、国と地方合わせて推定77兆円だそうであります。全員に10万円配った予算も、13兆円、あれだけでなっちゃいますもんね。戦争が、これ戦争ですよね。戦争並みに金かかってますよね。この負担に耐えきれずにですね、一切の規制を解除したイギリスやデンマークっていう国家もありますよね。戦争並みなのに、帝国がもうボロボロって話聞きませんね。自殺がすげえ増えたとか、そういうのもあんまり聞かないしね。さすがね、地震、津波の災害で鍛え上げられた我が国、帝国、強靭ですね。これを口実に、何を口実にっていうか、もう77兆円使っちゃって、もう金ねえんだわ、言って増税言い出すので、必ず言い出すんで、要監視であります。実質税負担率 46.1% なんだから、現状でもね。これ以上上げたら、金持ちがこぞって国外脱出、上がりますよね。財務省の官僚の孫たちもですね、その重税、お前らが税金上げるとそれに苦しむんだからな、お前らの孫も。と言っておきたい。分かってんのかな？東大出てもバカばっかなのかな、財務省な。上海で日本人50代男性がスパイ容疑で逮捕されたと言われます。日本政府、釈放を強く求めた、そうで。日本人が中国でなんとなく逮捕されるのは2年ぶり。2019年に北海道の大学教授が逮捕されて以来だそうであります。ネットの反応です。知らずに軍事拠点に近づいたパターンかな。独裁国家だし、今更、本当にいけない国になった。仕事で中国行ってる人間は、人事じゃないぞ。危険手当もらっても行きたくない。経営陣はこういうリスクを承知の上で出張させてんでしょ。日本にも中国のスパイいるだろう。逮捕しろ。日本にはスパイ防止法がない。作ろうとすると断固反対する党がいると。中国の大使かなんかスパイ容疑で逮捕して交換しろというのもいいかもしれないですね。中国で商売しようって決めた経営陣、悪いですよね。悪いっていうか、無知っていうか、まあ、そういう立場にいる人間は、無知っていうことはイコール悪い罪である。ってなりますからね。こういうことがあるって知っていながら、部下を出張させる人手なしですよね。経営陣。会社にですね、中国出張を命じられたら、断固抵抗しましょう。憲法22条、居住、職業選択の自由っていうのがあります。会社は強制できないんで、それでも中国に出張してくんないって言われたらですね、労基に駆け込むか、裁判で。まあ、大きな企業ほどですね、イメージ悪くなって大ダメージ食らいますんでね。まあ、その後ですね、行くの拒否して、意地悪されても、平チャラでいてください。なんとなく、逮捕されるより全然マシであります。中国に逮捕されちゃったら、生きて帰ってこれない可能性もありますもんね。命あっての物種であります。ドンキのAndroidプラスモニター、テレビ放送、地上波映らないテレビつって言ってますけど、まあ、厳密にはテレビじゃないですね。が、売り上げ1億円を突破。家電メーカーのステイヤーホールディングス、新宿区も、同様の商品を発売すると発表しておりました。ホームページ見たらですね、なんかラジカセとか、なんか充電の線とか作ってる、スピーカーとか、作ってる会社でした。ネットの話、NHK と関わりたくないんだな。時代に合ったものが売れるのは健在。大手がいち早くこういうの出してればな。ソニーが昔出したんですけど、高すぎて売れなかったみたいです。民放、巻き添え。これどういうことかっていうと、NHK のみならず民放ですら映んないですからね、テレビじゃないから。民放は文句があるなら NHK に言うんやで。NHK を痛めつける全ての作戦に賛同。需要がなければ消えるわけだし、選択肢があるのはいいんじゃないの？ NHK はガンとしてスクランブル放送しないからな。NHK が必要かどうかを国民投票やってほしい。放送法がおかしいんだよ。NHK が必要かどうか国民投票。これね、結構きついこと言う。このままでは存続できないとか、意見出す総務省の有識者会議なんですけど、始まる時に、まずはね、公共放送は必要なのでってとこから始まんで、やっぱ総務省が選んだメンバーだわな。その前提間違ってますからね。公共放送いりませんもん。放送法、受信機を設置したら NHK と契約っていうのができたのは70年以上前であります。1950年当時はテレビ局が NHK しかなかったんで、テレビを買うってことは NHK 見るってことだったんで、整合性が取れてたんですけど、今は民放プラス無限のネット動画と生放送ありますもんね。ニュースだってツイッター検索した方が超早くてリアルですよ。現場に居合わせた一般人がですね、瞬間的に記者になるわけなんで、つまりテレビを買ったら受信契約は現実と完全に乖離していると言わざるを得ないですね。にもかかわらず70年以上アップデートされてない欠陥品。放送法は欠陥品であります。これは憲法も同様なんですけれども、3月27日日曜日午後、池袋で NHK スクランブルでも予定しております。公園、集合場所の公園使用許可取れました。空いてました。随分先なんで空いてるだろうなとは思ってましたけれども、皆様のご参集をお待ちしております。注文してたそれ用のプラカード、届きました。この通り。厚紙プラカードですね。裏はこんななってます。変更報道 NHK。これ沿道の高齢者さんとか、変更報道って言葉も知らないかもしんないな。あとスクランブルってなんだっぺっていう、高齢者も多いんじゃないかなって思います。デモを報道するテレビ新聞はないと確信しております。これでテレビ報道からされたらそっちの方が驚いちゃうぐらいで、なんせね8,000 人も来たフジでも完全無視したテレビ業界ですからね。衆院予算委員会、岸防衛大臣答弁。他に適当な手段がない場合、敵領空内に侵入して軍事拠点を爆撃することも排除しない。やぶさかではないということですね。ネットの反応です。当然の権利だし。岸さんはまともな大臣。答弁に何も問題はない。歴史上ノーガードで生き残った国はない。自国で迎撃すると破片が落ちてきて危ないって平和団体が言ってるし、特話に気を使い続ける時代は終わり。質問したのが立憲で、立憲の長妻でスパイ丸出しと。一昔前なら福島みずほあたりが国会で発狂しそう、ワイドショーで叩きまくられそうな答弁ですけれども、静かなもんでね、その昔はですね、国連なんか田舎の信用組合レベルだって言っただけで大臣辞めさせられた人もいたのにね。確実に普通になりつつあります。つうかテレビ新聞が騒いでも国民が載せられなくなったイコールメディアの影響力落ちたからかもしれないな。どっかのメディアがこの答弁に対して騒いでいくかもしれないですけど、私らの目には触れない。私なんかはテレビ持ってないんでそうなんですけど、どこまで行ったら騒ぎになるか、際どい発言で試すサラミ戦術やってるような感じあります。こっち側ね。たまにはですね、私が豊島区議会でやったようなですね、共産党が権力に行ったら我々を奴隷や家畜のように落とすよ、何もかも奪うよ、生命財産も、っていうようなですね、いきなり懲罰食らうような顔面ストレートもたまには試してみてください。大臣クラスの皆様、爆撃実行ってことは制空権確保済みが前提です。爆撃機なんか呪いから向こうの戦闘機にやられちゃいますからね。爆撃作戦には敵戦闘機無力化も含まれますな。まあ仕方ないですけどね。2月15日最高裁、大阪市ヘイトスピーチ条例で団体や個人名を公表するのは合憲と判決出ちゃいました。表現の自由は無制限に保障されているわけではない。ヘイトかどうかは市長の諮問に応じて専門家らで作る審査会が判断するそうで。まあ専門家ってなんだろう、法律とかのかな。ここでヘイトにとされたら名前を公表。ただし罰則はなし。まあまあ名前公表が罰則って考えてるみたいなね。ネットの反応です。真っ先にヘイトだって言ったもん勝ち。それを判断するのは司法なんだが、市の審査会で勝手に認定していいのか。恣意的に選ばれたメンバーがそれを決めるのがダメなんでは。差別かどうかを判断する人間が差別的だったらどうすんだ。安倍の人間を作ってブルドーザーで引いて喜んでる共産党は全部アウト。左翼や外国人による日本人差別や米軍ヘイトも公表しろと。表現の自由は無制限ではない。まあまあ、そりゃそうだ。侮辱罪や名誉毀損罪、営業妨害罪、まあいろいろ定められております。ことからも、何を言ってもいいってわけではないですよね、もちろんね。問題はですね、裁かれないぐらいの、刑事事件にならないぐらいの、緩い表現をですね、市が、これは差別、これもヘイトって決めていいのかっつうね。ヘイトか差別か判断する審査会はですね、市長の諮問に応じて作られるみたいなんで、市長が変なやつにならなければ審査会は立ち上がらないのかなって思ってみたりね。違反企業や個人の氏名公表は、まあ、どこの自治体でもですね、罰則とは見なされず、気軽にやっていることであります。これが罰則つけるとなると、まあ、罰金でもね、拘束、逮捕でもね、途端にですね、自治体が司法の真似事していいのかっていう問題が発生します。政治活動をする団体や個人がですね、氏名公表ぐらいでひるむとは思えないんですけどね。むしろ名誉なんじゃないの？大阪市内では活動しにくくなるかもしれないですけど、大阪市が我々を認定してくれましたっつって、かえってエヴァンじゃねえか。敵に嫌われ、憎まれ、殺されるのは男子の本懐。誰かが言ってたような気がします。昔の政治家。明治の総理大臣だったっけな。大阪市の条例の対象はですね、日本人限定だそうであります。つまり外国人がいくら日本人の悪口言っても裁かれない。これも不公平だよな。十分すぎるほど、この条例自体が差別的なんではないかって思われますけどね。逆にですね、日本人ヘイトや差別をしまくって無事な連中は裁かれないんで、日本人ではないっていうことになりますね。イコール外国人っていうことになりますね。いくら日本名名乗っててもね。そういう連中いませんかね。左翼別動隊のフェミ連中ね、最近、性暴力なる新しい単語を作って盛んに活動しておりますけれども、これもですね、性犯罪で裁かれない、ぼやっとしたとこ狙いですね。強姦罪であるとかですね、強制わいせつ罪であるとか、捕まって裁かれんだから、そこまでいかないようなぼやっとしたところを性暴力ってレッテル貼りして活動してますけど、これ刑事事件にできなかったもの、証拠が足んねくてとか、それは不自然な状況だとかですね、これは性暴力。誰が、これは性暴力だって認定すんだって話ですよね。性暴力自体の定義が曖昧だし、ましてやですね、物証皆無で、自称被害者の証言だけで、これは性暴力なんて認定していいのかって話なんですね。これは慰安婦捏造問題も同じ構図ですよ。証拠何にもなしで、証言だけでね。こういうのはね、頭から叩いておかないと、何十年もそれで粘られちゃうのは証明済みであります。なので、大声になる前に、性暴力とかいうぼやっとした言葉で、ギャーギャー言うの、大声になる前にですね、証拠だぜっつって、徹底的に殲滅しないといけないなと思っております。雑学コーナー。各国にそれぞれの国の花がありまして、日本は桜と菊であります。イギリスバラ、アメリカバラ、ドイツヤグルマギク、フランスアイリス、イタリアデイジー、スペインカーネーション、オランダチューリップ、スイスエーデルワイスだってなどなど、同じようにですね、各国にそれぞれの国の石っていうのがありまして、日本は水晶が日本の石です。アメリカサファイア、イギリスダイヤモンド、ドイツ琥珀、フランス真珠、イタリアサンゴ、スペインエメラルドで、その水晶なんですけれども、水晶、我が国の国の石、水晶の石言葉はですね、迷いなき石とか浄化とか、これホームページによって若干変わっていくんですけどね、解説によって。今総理やってるブレブレ男は全くね、迷いなき石ではないですよね。ね、公明党に言われれば、ロシア非難決議も骨抜きに、中国非難決議も骨抜きに、経済安保法も罰則抜きになっちゃうし、経済界に何か言われりゃ、3月から外国人入国緩めますって言ってみたりね、迷いなき意思の正反対のとこにいる男が総理やってますね、今ね。だから私は嫌いなんだ、今の総理がね。早く高市さんに変われって。もうですね、10年間もご支援くださってる山根様、間違いなく迷いなき石だな、私もこうありたいもんだな、ブレずになーんて思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。